イエーイ、ポリンです。バイバイ。今日は、とりあえず、恵方巻き作るんですけど、仕込みが終わったので紹介します。中身の具。はい、納豆巻きの納豆。で、卵。これは買ってきました。で、プリーツレタス、サニーレタスと、これが、エビと、カニカマとツナをマヨネーズで混ぜたものになります。あ、ご飯が炊けた。はい。で、これが牛肉を 甘じょっぱく炒めたものです。このレタスと一緒に挟めば美味しいかなと思って。で、サーモン、マグロ、キュウリでね、とびっこ売ってなくてね、ウニ数の子ってちょっと高めのやつ買ってきました。これをうまく組み合わせながらたくさん作っていきたいと思います。イエーイ。この酢がね、めちゃめちゃ便利です。私ちょっとすし酢とか作れないから、こういうの楽するところは楽していいかなと思って、いつもこれ使って寿司飯は作ってます。で、ここからはただひたすら作っているところを映してるだけなので退屈するかもしれないんですけど、こういう風に作るんだなとか、あ、この人こうやって作ってるんだなっていう感じで思っていただければいいかなって思ってます。で、ちょっと雑談もしながら見ていただきたいと思います。っていうか、雑談するのは私です。皆さんは私の雑談を聞いていただけたらいいかなって思います。よろしくお願いします。でね、一番最初はレタスとお肉の巻物をやりたいかなと思ってて、で、私前も納豆巻きの動画あげたと思うんですけど、細巻きは結構得意なんですけど、太巻きってあんまりやらないから、ちょっとこのぐらいの大きさの海苔になると戸惑いました、最初。ただこれもう本当にもう回して一発撮りでやってるから、なんかとりあえずかっこよく仕上げられるといいなと思ってやってます。で、本当はね、これ丸くやりたいから、ちょっとこう巻き巣を引っ張りながらくるくるくる、で、のりがちょっとよれちゃったので、もう一回巻き直しっていうことで、すごい強くギュッギュしてるように見えると思うんですけど、ほどほどの力である程度こうほぐれないぐらいにやってます。あんまりね、潰れちゃうと美味しくない、ちょっと海苔が汚いんだ、ちょっとダサい感じになっちゃったんですけど、まずこんな感じですね。で、こんな感じでいろんなやつをどんどん作っていきたいと思います。お次は何だろう。ご飯を乗っけて。皆さんは恵方巻き食べますか？普段、あ、普段じゃないや、節分の時って恵方巻き食べますか？なんか今ってスーパーとかコンビニでも売ってるし、なんだろう、全てにおいてクオリティが高いから、作んなくても安く、なんていうの、済ませられる時代ですよね。だからね、すごい便利だなと思います。ただこれはちょっとみんなに食べてもらうやつなので、そこは自分で作りたいなって思って、まあ、失敗してもいいやって感じで試行錯誤して作ってるものになるんですけど、この手前のこの水フィンガーボールはすし酢が入ってます。手にくっついちゃうので、はい、ぐるん。ちょっとやっぱでもどうなんでしょうね、なんか太巻きの作り方がちょっといまいち分かってないので、こんな感じでギュッギュッて、で、のりしろの部分をこうやってぐるんぐるんってして、ギュッギュッギュッってやってます。なんか去年のバレンタインデーに鬼滅の刃が、モンストの話なんですけど、鬼滅の刃のコラボがあって、
で、今日2月2日からはワールドトリガーっていうアニメとのコラボなんですけど、あの時期的にっていうか今日が節分だから、鬼滅とか来たら本当になんかまたタイミング良かったなとは思うんですけど、とりあえず今日から始まるコラボはコラボでめちゃくちゃ楽しみたいなって思ってる所存でございまする。でね、これをやって、でね、ちょっと失敗した。あんまりなんか味混ざると刺身って美味しくないのかなって思って、どうしようかなと思って、まずこのウニとびっこをやって、でマグロと、もうサーモンも入れちゃうかっていう感じで、まあ海鮮丼とかもあるからそんなに悪くないのかなって思いつつやってるところなんですよ。はい、箸を持ってきてサーモンちゃんをどんどんどんって乗せて、ちゃんと太い方がね、外に見える方が美味しそうに見えるので、向きも考えながら、仲良しマグロちゃん。はい、でこうやってやって、でここでね、めちゃくちゃ悩むんですよ。どうしようって、なんかこれこんな具だけでこのご飯だと合わないよねって、これ巻くのみたいな感じですごい一生懸命考えてます。どうしよっかな、どうするべきかな、これ巻く、どうしよっかな、でもな、比率悪いしな、レタスも違うしな、いやでこれ、いや違うな。で一生懸命悩んだ逆に、あのあまり邪魔しないかなっていうことでキュウリをポンポンって置きました。でまあこのぐらいだったらいいかなっていうので、今度は海苔、なんて言うんだろう、渦巻き状になるように巻こうと思って渦巻き状に巻いています。てな感じでまたキュッキュッキュッとしております。なんかね、本当に楽しいの、こういう風にやってるのが。で食べてくれる人が美味しいって言ってくれるといいなって思いながら、美味しくなれと思って作ります。でなんか会社の人に、本当にポリンちゃんはいつもこういう風にいろいろやるよねとかって言って、もういい奥さんだよって言われたんですけど、いやいや奥さん違うよってねえって自分でも言いました。ねえ、こんなにいいのにさって、誰かもらってくれたらいいのにねとかって言って笑ったんですけど、なんかね、まあ美味しいかどうかはまず別としても、こういう風にするのがすごく好きで、前から何回も言ってるんですけど、本当にね、食べてくれる人のこう顔を思い浮かべながら、あ、こうやってやったら美味しいかなで悩みながら作るのがめちゃめちゃ楽しい。で納豆巻きは細巻きでね、今日ね、その会社のおばちゃんたちもね、あの、じゃあ作るんだったら買いますとかって言って、材料費くれるみたいだから、それの分も作んなきゃいけなくて、そういうのもめっちゃ嬉しいんですけど、その私の知らないこのご家族さんも食べることになると思うと、すごいこう、なんていうの、重圧がきますねっていう感じで、納豆巻きは終わり。じゃあバイバーイ、イエーイ、バイバーイ、イエーイ。でね、断面がこんな感じです。ちょっと軽お肉巻きはちょっとご飯のとお肉の比率があれだったかなと思うんですけど、切るとこんな感じになります。じゃあ皆さん、福は内。